本大人プリキュア、プリキュアを秘書女にしてしまうに対するネットの反応集を紹介します。先も前も秘書女か、それでこそ大人プリキュア。設定年齢20代後半みたいだし、普通処女や童貞はありえないでしょ。決めつけはなしだよ。大人になれない年明け、大人になったプリキュア。処女じゃなくなったプリキュアなんて見とうなかった。もう出産してるやつとかいるだろ。当たり前に恋愛して当たり前に結婚するプリキュア、いかがでしたか？私はいいと思う。切れそう。確かに前の関係は切れたが。吐きそう。いややっと酒以外の大人描写やってくれたかって安心したわ。20半ばになって8人もいて誰一人そんな話なかったらそれはそれでご都合が過ぎるからな。まさかポットでの調理師学校の同期にザキの処女が散らされるとは。原作キャラでもない彼氏とか旦那を生やすのはやめろっつっただろ。俺も元プリキュアの処女奪うだけの役割やりたい。完全に悪徳しかないじゃん。前の相手への未練のなさがすごかった。まあ前っぽい感じはある。周りと違ってマイペースなのはすげえ本編の前っぽいよね。多分レズだわあの子。先前はまあ成立しないのはギリギリわかる。でも前に男作ったのはどうかな。これでここのぞ破局したらトラウマ製造アニメだろもう。でも前に男作ったのはどうかな。ザキが男作ったから自分も試しに作ってみたけど結果はお察しってことだろう。金の話とリアルな恋愛話はプリキュアでご法度かと思ってたがこれが大人。時を経ても俺の前は美人だなと考えに浸る暇もなく、彼氏と別れる話とかぶち込みやがって、受信料払わんぞ。酒恋愛仕事なんてのはプリキュアで書かなくてもみんなわかってんだよクソが。プリキュア見てた奴が大人になってないと思ってんのか。アニメなんだから夢を描けよ。お前は全然大人になってなさそう。大人になる時が来たんだよ年明。大人になった当時の視聴者に向けてなんでこれが正解。夢を書くのもいいが現実も書かんとよ。これが NHK のやることか。大きいお友達を本気で差し出した。影も形もない男と結婚するのがリアルってダメな方向にこじらせてんな。中学時代や高校時代の知り合いと結婚するなんてレアケースすぎてな。高校はまだ確率として高いからまあ。結局どんな積み重ねがあっても大人になったら知らん男と結婚するのが当たり前ってことだな。主役キャラの恋愛書くなら誰とくっつくのかって大事なことだと思うんだけど、誰かもわからん謎の男と結婚しましたとか別れましたで喜ぶ視聴者おるんか。エロ同人ではよくあることだぞ。仕事もプライベートもうまくいってるザキと、仕事は順調だけどプライベートがうまくいってない舞。面白いけど内容もなんというか生々しかったな。まあでも舞みたいに見た目も性格も仕事も完璧な女性は逆に結婚遅いってのはなんとなくわかる。舞がやり捨てされたのが辛いわ。言い方。付き合ってもやらせてなければ処女でしょ。舞さん本当にそんな感じの人だから困る。やり捨ても何も別れようって言われて承諾したの舞じゃん。どちらかというと舞の方から捨ててないか。ザキの結婚相手や舞の彼氏云々で軽く脳破壊されそうになったけど、最終的に舞が彼氏よりも先との関係を優先してくれたのでギリギリで脳が助かったわ。話数的に舞と彼氏のより戻しはないだろうしな。ただまああのメンツでまともに恋愛して結婚早そうなの誰かなって考えたらザキではある。別に男と付き合うとは全然良いんだが、好きなこと仕事にして恋愛も楽しくやってる側と思ってたんと違う。仕事していまいち恋愛もうまくいってないのを二人組の対比で出されるとこうおつらい。先週はゆりんゆりんで、今週は生々しい男話で、来週はドリーミーな恋愛話で、すごい揺さぶりかけてくるアニメだな。今週と来週でバランス取ってるんかな。子供が見るには難しく、大人が見るには辛い。なんでこう心をえぐってくるのか。仮に恋愛や結婚の話が一切ないと大人の女なのにリアルじゃないって年明は言い出すだろうから、SS 組にそれを引き受けさせたのはいいんじゃね。放送当時の俺だったらブチ切れてたが俺もさすがに大人になったのを感じる。俺は自身のあの頃の心が死んだのかもしれないと思った。マホプリには深夜枠だしスタッフと視聴者の作りたいもの見たいものが一致してるからそっちは大丈夫だろ多分。それこそ本気で各地雷クラスだろうからな。マイとは飽きるくらいやったんだろうな彼氏。やれてないからダメになったんじゃないの。多分ザキが結婚しちゃって自分もそうならないとって頑張ったけど無理だったんだろうな。マイマイ周りに合わせて彼氏作ったけど別に相手のこと好きじゃなかったから破局って感じか。なんつーかいきなり生々しい話持ってきたな。プリキュアで女のタイムリミットなんてひどい単語聞く日が来るとは。
よくある話だな。好きじゃないけど周りが彼氏作ってるし、セマルクストークしてるから私もセマルクスしなきゃって、とりあえず彼氏作って処女捨てて輪に入る。大人なんだから恋愛もすればセックスもするし、家庭持っててもおかしくないだろ。始まる前に期待してた要素が今回でようやく出てきたから、むしろ遅かった感すらある。いつまで経っても一線を越えさせてくれない。前に痺れを切らして男の方から別れを持ちかけた可能性もあるぞ。そうに違いない。前なら仕事忙しそうだし、彼氏より先とか同級生との付き合い優先させてそうだもんな。そしてそれを許しそうな男としか付き合わなさそうだもんな。なんでや、みんな3話まではあんなに楽しく見てたやないか。いや今回も楽しかったんだよ。楽しかったんだけど、悪い、やっぱつれえわ。まあでも20代後半の女が男の気ゼロだったらそれはそれであれだよね。登場人物全員処女じゃさすがにリアルじゃないからね。とりま彼氏は作っとかなきゃ視聴者に突っ込まられる。大人なのに誰も結婚や彼氏いないのが不自然というなら、異世界から来た小動物と付き合うことも不自然なのにそっちは OK なんかよ。先前の話はまだ終わってないだろうからついていくけど、これで変身すらしなかったら本当に泣きそう。とはいえ本当にレズカップルが誕生したらそれはそれでめちゃくちゃあれはするだろうな。まあ NHK はやらせんわな。いや普通に NHK はドラマでそっち系のネタやりまくりやぞ。 SDGs 掲げてるから平気平気。ナローレズは今めっちゃ熱いし、マホプリにやる予定の枠は最近ナローばっかやってるから。そもそもプリキュアって女同士で結婚するような話じゃねえだろ。流入じゃない方がショックでかいんじゃ、所詮中学時代とはいえ。ハグプリは女同士で結婚したとも解釈できるラストだったけど。年明けよく聞いてくれ、誉れが父親、旦那ってのはみんなネタで言ってるんだ。先週のユリで盛り上がっていた年明けはどこに。もう彼来るしか信じない。本人たちが望んで好きな男性と結ばれたんだからファンなら祝福しようよ。相手の名前出すとファンに刺されるかもしれないから出さなくて正解だったな。もう見てらんないよ。ということで前は崎とくっつけばいい。ここから両方破局からのユリエンドになるのか。正常な解釈ができなくなってきて、これが脳破壊ってやつなのか。初恋は実らないっていうリアル路線かもしれんけど、牛乳と何もなかったのが地味にショックだ。指輪で既婚は覚悟してたけど牛乳だと思ってたからちょっとダメージが予想以上にすごい。俺崎と牛乳の組み合わせ好きだったんだな。なんか今回で方向性が見えたというか、実生活で壁にぶつかった大人がプリキュアになる間だけは輝いてた少女に戻れるってのがポイントになりそう。最終回で可能性の一つですって出してくれりゃいいよ。もうそもそも最後は全員それなりにハッピーエンドになるだろ。今の段階でどうこう言ってもね。今回の動画いかがでしたでしょうか。大人やからしゃあないという意見や、アニメキャラ、それもシリーズもののキャラを誰かもわからない男と婚約させるのはどうなのといった意見があって賛否両論。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。